基本的に東京のデザイナーズブランドを集めたセレクトショップで、メンズ、ウィメンズ、ユニセックス、なんといろんなジャンルの服が並んでるお店です。ルーム4デザイナーズの略で R4D なんですけど、ルームっていう意味が空間っていう意味があって、デザイナーのための空間っていう意味で R4D で、まあ、意味的にはそのデザイナーの服がいろいろあるんで、彼らの服を見せる場所っていう意味合いと、今の世の中にめちゃめちゃ服がある中で自分の好きな服を選ぶっていうことが、まあ、デザインしてることなんじゃないかって捉えて、そうするとまあ一般の人を全てデザイナーであろうっていう定義のもと、その人たちのための空間でもあるっていう2つの意味で R4D っていう名前になってます。基本東京のデザイナーズブランドで、個人でやってるインディペンデントなブランドがメイン。海外のデザイナーじゃなくて、まあ、直接会って話して、まあ、その人の人柄だったりとか作るものへの情熱とかがちゃんとコミュニケーションできる相手のブランドっていう感じです。もともとウェブのメディアをやってたんですよね。デザイナーさんのインタビューするのが好きで、いろんなブランドのインタビューをしてたんですね。新しいブランドを探して発掘して取材するっていう。で、彼らの服っていうのが本当に見る場所がなかなかなくて、ある程度知名度上がって売れてくると、まあ、大手に並んだりとか一気に流通する場所が広がって見れるんですけど、なかなか最初に作ってる初期衝動に近いような服を見る場所がないんで、まあ、それを見せる場所を作りたくてお店を始めたっていうのがあるんで、なのでうちで扱うブランドさんは、まあ、他にないブランドだったりとか、まだ見つかってないブランドをあえて探してピックしてるっていう感じです。セントマリアっていうブランドが直近で展示会もお店でやってくれるんで面白いかなと思うんですけど、セントマーチンっていうロンドンの大学を出てブランドを始めたばっかりなんですけど、まだ取り扱いは本当に1、2店舗あるかないかぐらいとかなんで、一回見てほしいなっていう、ガチガチのストリートモードをやってるデザイナーさんで、服のクオリティもルックのビジュアルもなんか目指してる世界観もちょっと世界レベルかなって感じがするブランドです。あとウィメンズだと遠藤っていうブランドで、ここに関して結構トリッキーなブランドで、もともと川崎の方でブランドがアトリエ兼ショップやってたんですよ。なんですけど、まあ、すごいいい服を作ってる。でめちゃめちゃいいアトリエを自分で改装して作ったんですけど、誰にも知られてないんで誰も来ないっていうので辞めるって言ってたんですね、お店を。だったらうちに来てくださいってことで、アトリエ兼ショップをこのままうちに移転してきてもらって、普段そこで作ってもらってるっていうブランドが遠藤っていうブランドです。この2つは、まあ、他には 100% ないって感じでおすすめですね。シーズンによって景色も変わるし、根本的にあれですよ、多分うちのお店ってこれっぽいみたいなのがないですね。どこのセレクトショップだったら綺麗系が揃うとか、ぶっ飛んでるアイテムがあるお店って感じじゃなくって、いろんなブランドが全体で東京を表現するみたいなテーマでブランドチョイスしてるんで、普段着てるようなベーシックなものもあれば、ぶっ飛んでる服もあれば、男性女性どっちも着れる服があったりとかっていう感じなので、普段着ないものも見ることが刺激だよねみたいな提案をしたいっていう感じです。なので定番っていうのがないのが定番ですね。強いて言うなら、うん、デザインが強めの服は多いですね。レイアウトがすぐ変更できることっていうテーマでお願いしていて、なんでまあレールが均等に 1.5 メーター間隔で走ってて、あとはその時、まあ、レイアウト週1とかで変えちゃうんで、それに合わせてスポットライトの位置を変更してとかっていう風にやってるっていう感じですね。なんで可変性が照明の基本で、あとはまあちょっと明暗差つけたりとか、ブランドによって蛍光灯が似合うところは違う蛍光灯を入れたりとかっていう感じで演出してます。いろいろ変遷があって、最初のコンセプトが分かりやすかったんですけどね、全部 1.5 メートル四方にこの単管の管が垂直で立ってて、縦でも横でも棒をかけるとそこがラックになって通路になるって作りだったんですけど、まあ、最近はちょっと飽きてきてて、それを取っ払いつつくねくね歩けるような動線っていうのと、木の壁とかをちょくちょくお店に立ててるんですけど、一回パッと見た時に服が全部見えるっていうのが割と、まあ、目に情報が多すぎる上にあんまり面白くないなと思って、ちゃんと見えないところを作るっていうのを意識してやってて、パッと見木の壁があるから多く見えないけど、歩いてみたら服があった、でまた曲がると服があるみたいな、動き回る服を探す動線を作るためにラックの配置を変えてるっていう感じ。普通に服をパッと見せるよりも、これ1枚でここに服があれば服を隠すこともできるし、これを向きを変えれば人がこう L 字に歩く動線が作れるんで、人の流れもコントロールできるしみたいな、オブジェでやり重機でやりっていうのが割とこれは面白いなっていう。こういう話をするのも好きなんで、割とインテリアやってる人だったりとかデザイナーさんとも服以外の話で、なんで今この生木があえて出すのかとか、これを白に塗ったらどう変わるのかっていうのを延々と話してるみたいなのが好きっていう感じですね。
ここは試着室で、まあ、普通のお店よりは広いかなって感じですかね。2畳ちょっとある。なんかもともと服屋さんで服を着替えるときに狭い試着室がすごい苦手で、なんか着た後にすごい汗だくになったりとか、気を使って早く出なきゃいけない感じが出たりするのが嫌なんで、なるべくここでゆっくり見てほしいなっていうので広めに作ってます。まあ、ちょっと入りづらいお店になったと思うんですよね、半地下になることによって。それはそれで良かったかなと思って、まあ、お店に来るのが慣れた人にとっては、まあ、入るときにちょっとワクワク感があるというか、道沿いで中身が全部見えないんで、今回はどうなってるんだろうって思いながら見てもらえるかなっていう。デザイナーズブランドの服っていうのがめちゃめちゃオーダーがいっぱいつくとブランド的にも生産ができるんですけど、取扱い先が少なかったりとかするとどうしても数を作らないと服って生産できないっていう背景があるんですよね。20以上作らないと縫製工場が縫ってくれないとかあったりするんで、なるべくその数を増やしてあげたいっていうのと、先にオーダーがつくとブランドさんも生産がしやすくなるっていう背景があるんで、その受注会をやることによってそれに貢献したいなっていうのでやってます。できる場所も少ないし、ブランドさんが自分でやるとまた会場を借りてやらなきゃいけないんですけど、それも結構費用したりするんで、そう、うちは割とそこをオープンに一緒にやりましょうっていう感じでやってる。ブランドの服を買った時に古着屋さんにいつか並ぶだろうと、50年後とかに、その時にこのブランドどこだっけって調べた時に、もう僕が好きなようなブランドはあんまり取材とかもされてないんで、どういうブランドかも分かんないなと思って、で彼らが50年後誰かがその服を買った時に見る媒体としてリードファッションっていうのがあって、そこでこういうブランドだったんだっていうのが分かるようなメディアにしたいなと思って、どっちかっていうとフローが立っていてニュースをいっぱい出すんじゃなくて、情報をストックしていくようなそのデータベース的なサイトを目指してリードファッションは始めたっていう感じですね。デザイナーズブランドを伝えたいっていうのがあって、でも取り扱うお店が全然ないなと思って、で自分はもう服屋とかもやったことないんで、誰かそういうお店作ってくんないかなと思ってたんですけど、誰もやらないんで、じゃあ自分でやるかって言って、見せる場所としてお店を始めたのが、そう3年7ヶ月ぐらい前ですね。一回もアパレル業界で働いたことは僕はなくて、ウェブ業界のアパレル向けのサービスをやってる会社で働いただけで、服屋さんで働いたこともなくてお店始めてるんで、今もアパレル業界の中にいる感じはあんまりしてないっていう感じですね。僕ももともと監査法人っていうところにいて、全然アパレルとは無縁のところで働いてたので、今もアパレル業界にいるっていういわゆる業界人みたいな感覚は全くないですね。大学生の時、まあ、彼は今会計士もやってるんですけど、僕も会計士を目指してて、大学はそれぞれ別なんですよ。で、学校と別でダブルスクールで会計の学校があるんですよね、タックっていう。そこに通ってた時に出会った。そこから割と、まあ、ずっと一緒というか仲が良くって、いつかお店やろうぜ的な話をしてて、それぞれ就職して合流してまたお店始めたっていう。基本人に会えるのがやっぱ面白くって、なんかそれは毎日起こりうるかもしれないですけど、会いたいと思ってたフォトグラファーとかスタイリストさんとかに会えたとか、話してみたら面白いことやってる人に会えたとか、人との出会いが一番楽しいですかね。なので予測してできるわけじゃないんですけど、それで元気をもらってるっていう感じ。あとはお客さんが来てくださって、出てく時に笑顔で嬉しそうな顔をして帰られるのを見るのが最高に嬉しいですね。基本なんか多店舗展開したいとは思ったことがなくって、一つの場所でいろんな服を見れるっていうのと、まあ、一つの場所でなんかいろんな人が行き交うっていう景色が理想なんで、お店を大きくすることはあるけど、いくつか増やしたいみたいなのはあんまないですかね。超理想を言えば一つのでかいお店がありつつ、デザイナーさんとかが上に住めたりとか、ギャラリーがあったりとか、写真を撮れるスタジオがあるようなビルは将来建てれたら最高だなって思うんですけど、多分理想形を作るには100億とかだから、そう、ね、何年後になるのか、何年後になるのかとか、莫大な融資を得ないと多分無理だろうなって感じがする、それは理想形だね。
自分がお店持つ時の不安は、それまでメディアをやってたんで、好きな時に好きな人に会いに行けるのがメリットだったんですよ。でお店やる時に一つの場所にずっと居続けなきゃいけないのはすごい嫌だったんですよね。会える人が減るかもみたいな、自由に動けなくなるかもみたいな。お店始めたら想像しない人と出会えるし、いろんな人との会話も自分が会いに行く以上にできるんで、いいことしかなかったなと思って、なんですごいポジティブにお店やることは楽しいよって言いたいなと。規模はいろいろあるだろうけど、一回やってみたら僕らも経験なくてやれてるんでなんとかなりますよって伝えたいかなって思いますね。うち自体はセレクトショップの中でも限りなく古着屋さんに近いって言ったらあれなんですけど、だいぶ緩いスタイルでやってるので、まずは緊張しないで一回見に来てほしいなって思いますね。服自体もストリートモードもあれば、テーラードもあれば、カジュアルなものもあればっていうので、何かしら引っかかるものはあると思うんで、なんとなく服を見たいなって気分で来てもらえたらいいなと思います。こんだけ服がある世の中なので、まあその中でちょっと変わったものとかデザインがある服着たいなっていう時に気軽に来ていただきたいなと